イワキラナイト。みなこ、いくこの今夜も足がつりっぱなし。ワンマンコー、こんばんちは。おばんです。みなこでございます。なでひこです。どうも。つい12回目ということで、これはね、あの放送業界ではワンクールというふうに。そうですよ、ね、ワンクール。イエーイ。やっぱ人気ない番組とかね、ドラマとかで、さりげない打ち切りとかあるじゃないですか。そうですよ、ね、なんか最終回が早めになったりとか。そうですよ、ね、なのにこれ私たちの、ね、いやもうでも、あの、ね、監督さん、はい、皆さんに、ね、あのアナルセックスのねトークとかも、もうして、それも、もうクリアしたから、もうあとは何しても話してもいいですよって。オッケーが出ました。ついにオッケーが出た。出ました、アナルセックス。もう自由の身だからね。オッケー、何でもいいよ。あ、まあ、でもこれほら、やっぱ茨城県県営の番組じゃないですか。そうです。だから、ね、そういう、なんて言いますよ、さあさあ、あんまりそういうの、私旧茨城。いや、今なんて言ったの。今何をおたけんだかって話だよ、みーちゃんが。一応ほら、旧茨城の県知事さんの親戚もいるわけですよ。そりゃいるでしょ。考えるとちょっとあまりにそういうな、いい子ぶりたいって話。いい子ぶりたいじゃないですけど、ちょっとこうそれまずいじゃないですか、あんまりこうアナルセックスで何度も言うのは。自分が言ってましたね。めっちゃありそういうのやめましょう。あ、2クール目からはいいよ。めちゃめちゃお上品に、お上品な感じ。本当ですね。多分打ち切りになる。逆にそれが打ち切りになる。まあこのまま弾けてね。まあまあ自由にね。はい、いいじゃないですか。はい、さあさあ、今回は、はい、今日のこの、はい、なんていうんですか、これ、おめざ。おめざ、はい、なんて言ったらいいんですか。これこれね、茨城の名産品を今後毎回いただきながら紹介しようってい う、 う、 いいですよね、嬉しい企画ですよね、はい。本日は、はい、大黒屋水産商品北茨城市平方、はい、イカゲソ揚げ、エビちぎり揚げ。おお、これ北茨城市平方港で、私の生まれたお隣の町ですよ。お隣の町、はい、でもご近所さん。ご近所ですよ。まあ、はい、じゃあこれ知ってらっしゃる。知ってますよ、子供の頃からよく食べて、揚げたてをいただいておりました。あ、なるほどね、はい、揚げたて。じゃあいただきましょうか。いただきましょう。いただきます。いただきます。こっちが、はい、あ、乾杯。あ、ごめんなさい、はい、乾杯。ちょっとエロくないですか、もう乾杯。肉と肉がみたいな感じ。プルルプータイから食べましょう。いただきます。いただきます。うん、イカ、うん、イカ、うん、うん、イカが入ってる、うん、当たり前。おいしい。あ、ピリ辛いの。あ、それピリ辛ですか。みーちゃんでもイカ好きだよね。イカ好きです。ごめんなさい。食べたい。ちょっと食べたいですね。じゃあ食べていただいて。ピリ辛だよこれはね。でもあれ、結構この北茨城のこの水産加工屋さんというか、こういうものがすごい、あの、うん、人気なんですよ。カステラとかいう、こういう揚げ物。カステラ、はい、っていう揚げ物。そう、普通カステラって言ったらね、あのケーキのメガス。そうそう、そうじゃなくて、カステラって言ってましたね。よく子供の頃からもっと食べてたんですよ。で、はい。なんだ、でもこれさ、はい、あのビール飲みたくなる感じだよね。ね、うん、これビールのおつまみにバッチリですよね。安全にビール飲みたくなるもん、ね、これビール飲みたくなるか。なんかあれないんですか、あれないんですかとか言って、うん、あの茨城の、うん、地ビールみたいなのね、あるんじゃないですか、つくば高原、ね、なんか茨城の地ビール屋さんとか、もしね、ここで、うん、ここでなんていう方いらしたらね、教えてくださればね、うん、そうですよね、飲みながらね、うん、そう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 、ね、そういうのどうなんですか ね、 いいですね。今稽古中ですね、はい、もう稽古、9月に、あとで後ほどゆっくり、はい、お知らせさせていただきたいんですけども、はい、グッドモーニングナンバーファイブ、毎週毎週宣伝させていただいている舞台がやっとかよって感じですね。もう3ヶ月以上前からそれ言いまくってるって感じだけど、ね、それがついに9月に、はい、でそれの稽古がですね、15日から開始されまして、はい、だほとんどみーちゃんと私毎日一緒にいるみたいな感じでね。もうそろそろ飽きたんじゃないかって思うけど、そろそろ飽きましたけどね。そろそろもう飽きました。そうです
ですよ。あ、まだまだ4日しか一緒にいないじゃないですか。まあまあまあそうだね、まあそうだね、まだまだ。でもだから夏休みはもうないから、はい、満喫しました。いや、もうしました。何した？日本全国回ってましたからね。あ、そっかそっか。結構楽しいね、はい、美味しいもん食べて、美味しいもん食べて。プライベートではなんか夏休み楽しい？プライベートでは今ね、すごい遠くでビールを開ける音がした。私のビールビールっていうものをシャッチした優しいスタッフさんがビールを開ける音が、ね、聞こえてきて、夏の音が聞こえて、いいですね、スパーってね。私ね、なんかね、本当にツイッターとかに書いたりしたんだけど、近所でお祭りあって、なんでかで、そのお祭りをやるね、通りに面したところに住んでるんですよ。だからスピーカーみたいなので流すでしょ、街中に。ありがとうございます。来た、これ茨城地ビールですか？これ茨城ではないです。あ、茨城ではないけど、でも茨城地ビールとして飲みましょうよ。茨城乾杯、乾杯、いただきます。あーいやー、美味しいです。美味しいですね、これ。あー美味しい。ビール飲みながら。いや、私風邪ひいてて、ちょっとあのあれですよ、飲酒を控えてたので、まあ、久しぶりに飲むから。じゃあ結構酔っ払っちゃうんじゃないですか？いや、そんなあれですよ、何日も飲酒してたわけじゃなくて。いや、俺みちゃん酔っ払っちゃうの。え、そんな怖いの？ちょっと待って、私お祭りの話してたんで。そう、近所のね。で、それが東京温度とかあるでしょ、東京温度と、あの清水のずんどこ節ってあるでしょ、それがね、あ、そう、歌って歌って、ずん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 どこ清水、ね、あ、そうそう、それそれそれ、そうです、ね、そうです、そうです。それが2曲がずっとローテーションにかかるの、ちっちゃい。2曲しかかからない。でも お祭りって大体1曲ですよ。え、お祭り、お祭りってあの櫓で踊るやつじゃなくて。でもそんなもうさ、そういうじゃなくて、ただ商店街で、商店街で無理やり盆踊りとかも列になってあって、それあのお店の人たちが出してやるんだけど、それをそれ夜なわけ、昼からもはしゃいでるから、その準備をするために町内のね、その曲かかってる。その2曲しかかからないの。ずっとその2曲が大音量で聞こえてきて、うちの猫とかすごい怖がっちゃって。どういう風に怖がるの？にゃーって怖がる。嫌だってにゃーって私のところに飛んで逃げてくるの。もうずっとだって東京温度って終わったと思ったら、ずんどこずんどこって終わった、そう、それまたまた東京温度、それずっと繰り返す。そしたらそれの流れの中で、私の家の下のお宅に小学生の子が住んでらっしゃるんですけれども、その子がこうピアニカの練習をしてて、その2曲に合わせて、その子はピアニカでカッコーカッコーチャララーラーってずーっと練習してるの。その日に限って、ずっと東京音頭と清のずっとボタンをカッコーカッコーってのがすっごい聞こえてきて、本当に頭おかしくなってた。そう、どう思います？いや、でもそのお祭りって、でもまあ、そういう商店街みたいなのでいろんな曲流すんですかね、普通だと。なんか普通だったら、私町の有線とか、そうね、昔中野に住んでた時も町内に流れる有線みたいなのあったけど、結構いろんな曲、夏メロとかかかってたり、そうだよね、その2曲だけはもう本当に頭おかしくなる。それじゃないですか、ね、なんかそれはどうなんですかね。ごめんさ、ごめんさ。北茨城もね、盆踊りっていうのがあったんですよ。そりゃあるんですよ、それはあったんですよ。でもそういうところの方が面白そうじゃない？そうですね、東京のお祭りってあんま面白くないじゃん。そうですね、曲とかもちょっと、ね、なんかこう、なんだろう、魚、港町だったりするので、大漁を願うような。あ、そういう北茨城温度みたいな、 ありますよ。え、歌って。16日やよ、オーレット、オーレット、おつ姉ちゃん、こんばんは、こんばんどころか、知ってます？ラップみたいな。いやいや、期待は。こんばん、姉ちゃん、こんばんは。盆の16日じゃおーい。大丈夫か、ね、大丈夫です、ないですけど、ちょっと汗かいてきちゃいました。いや、そういう盆踊りの曲があったんですよ、昔、子供の頃。それにで合わせて踊るんですよ。はい、来てこう踊ったんですけど、ちょっとなんかこう、なんだろう、なんか港町のこう、まあまあ漁、ね、大漁を願ったり、はい、かなんか船の安全願ったりとかって、ね、品がいい感じじゃちょっとないっていうか、ちょっとなんかこう、ゲスワの感じの盆踊りで、土着的な感じ、土着的な感じで、楽しいですね。楽しいですね。唯一、はい、そろそろ、はい、そんな、まあ、
まあ、お祭り騒ぎてたらお祭りみたいな感じなんで、ね、そうですよね。じゃあ恒例の、まあ恒例、まあ、ちょっと映像ご覧ください。こんなのやってます。あ、これ私がね、あのマリー・アントワネットの役ですね。野口香織ちゃんですね。インパクトあるよな。あ、藤田のり子さんですね。あ、出てきましたね。フェルゼン、フェルゼン。これすごい人気のキャラクターでしたよね。フェルゼンなんかね、うん、私この間ベルバラ宝塚見に行った。あ、行った。話しましたっけ、その話。ベルバラ見に行ったんですよ、うん、もう泣きました。やっぱり、やっぱ圧倒的、ね、まあ、私本当に宝塚で、宝塚みたいなのどうですか、全編全編宝塚みたいなの。いける。それでも本当に宝塚に足元にも及ばないからダメっていうことだけ言われないですかね。ダメ。あ、もうこれ素敵なんですよね、お客様にとキスするっていうね、サービス付きで。恋人同士役なんですけどね。そうなんですよね。あんまり恋人同士っぽい雰囲気はないですけど。わあ、すごいですね。大体この私セリフって多分2行の2行半ぐらいですけど、1ヶ月くらいと思いましたね。いや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 。だっていっぱいあるから、他にないない、他にもいっぱいあるから。本当にもう、セリフなんですね。大した、ね、私が書いてるくだらないセリフばっかりだけど、いやいやいや、それをね、こう兄ちゃんが覚えて、ご自身のものとしても言ってる姿を見ると、本当にクソみたいなセリフなんですけど、ちょっとそれを言ってる姿を見ると感動するっていう。何言ってるんですか。私も舞台で見てて思います。ちなみに聞きたいんですけど、本当にセリフを覚えるのってもう読むしかないんですか、暗記自分でこう何とか。何今頃になって、本当に覚えが悪いから、早く覚えたい。だってさ、歌の歌詞とか覚えるじゃん。そうですね。ダンスの振りとか覚えるじゃん。メロディー覚えればいいんですかね。あ、じゃあ節つけていいんですか。セリフ全部、セリフ全部セリフ全部メロディーに乗せるみたいな。それどうですか。はい、みなこです。はい、なんか、あ、いいじゃん、いいじゃん。で、だん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 ちょっと曲なくしてみようか。メロディーなくして、そうやって覚えていくといいんですかね。やったことないけど、それでもメロディー面白かったらね、みーちゃんは全部あの一人ミュージカルみたいな感じでどこ行ったのやるっていう、まあ、あれ大丈夫じゃないですかね。はい、本当に皆さん、みーちゃんのあの7ゼリにしてもね、感動するんですよ、毎回。セリフ覚え早い人と遅い人います、ね、そうそう、私も遅い。いや、遅い、ないでしょう。そうそうそう、すごいですよ、こうそうで、昔一番でも自分の中で前の芝居をやって、長ゼリが一人で6分間喋んなきゃいけない、うん、結構長いんですよ、うん、それもなんか割と説明的なことも多くて、うん、きちんと喋らなきゃいけない、うん、もうずっと一人で、その時は初日迎えるまで一回もちゃんと言えたことがなかった。覚えられなくて、言えなくて、でその稽古が1週間ぐらいしか出れなかった。しょうがないじゃん。全くこう投資稽古って本番さながらにやる稽古でもちっとも言えなくて、初日で初めてちゃんと言えた。B だよ、恐ろしい。で、私もみーちゃんも公開で30分の長ゼリがありますからね。やめでしょ、本当にお願い。私本当に途中で稽古出なくなるからね。30分もういなくなるからね、本当に書き置きして探さないでください。やめてください。本当にいつの間にかいなくなるかもしれないから、ほっと覚えられないから。さあ、はい、ではそろそろ今週も行きましょうか。はい、それでは茨城県、茨城弁講座、はい、茨城弁子先生よろしくお願いします。皆さんお晩です。今日茨城弁勉強すっぺね。よろしく、よろしく。いやー、お盆も過ぎて弁子先生ますます絶好調でございますね。茨城帰ってたから、つのいで茨城なまりものすごい、もう何言ってるのか全然わからない。早口になっちゃいました。おお、よかった。はい、ではまず、はい、本日はですね、はい、さの行な、あ、さ、さ、さですね。さいな、あ、さいなですね。イエーイ、さよならですね。はい、さいな、もう子供の頃は必ず、じゃあそういう学校帰りとかでもう一緒に帰ってくると、じゃあレオちゃんさいな、さいな、そうですね、そういう感じですね。ちょっと乱暴なんですね。あ、うちの方はちょっと見ないと、でもバーイみたいな、あ、バーイみたいな感じですね。さいな、そうそう、さいな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 、そうですね、さよならと変わらない。
簡単だから使えそうですね。そうですね。このボード見てください。うわすっごい、このスタッフさんがすごいこうアダルトレディーな感じにしてくださって嬉しいですよ ね。今まで紙ピラも、ね、紙ピラって紙ピラ持ってやってましたからね。なんかこうロックっぽい感じとこのガーリーな感じ、ね、融合で、いや嬉しいですね。こうやってグレードアップしていただいてありがとうございます。ではまず一言目はサイナ、はい、さようならということでした、はい。じゃあ今度からあれじゃないですか、番組終わりはサイナーで、あいいですね、いいねいいねいいねサイナーで、はい、いけるんじゃないですか、はい。これ例文くださいっていうことなんですけど、はい、分かりました。じゃあ弁子先生何か、はい、オリジナル例文でよろしくお願いします。じゃあレオちゃん明日も遊んべね、サイナー、はい、レオちゃん明日も遊んべね、サイナー、遊んぺね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 、遊ぼうねね、はい、遊んぺね、はい、そうです。はあ、はい、合ってるんでしょうか。合ってます、合ってます、ございます、はい。では次私がですね気になったので、はい、サググ、あ、サググ、あ、よ、よせサググこれいただきます。はい、正解です。ああやっぱりそうですね。正解ってクイズじゃないですけど、ね、もはやなんか弁子先生が、私がなんかクイズみたいになってきてるんですよ。そうですよ。サググ逆転してきてますね。ね、ネイティブの方に教えていただくっていうコーナーだったんですけども、サクグ、サクグ世界とか言っちゃって、そうですよ、すいません、はい、先生、サクグとは、はい、いわゆるあの何ですか、遠慮なくいただきますですね。そうです、そうです、気さくに遠慮なく、はい、はい、なんか例文お願いします、はい。じゃ あこれエビの真珠揚げサクグ食べさせていただきますって感じですかね。はい、サググ食べさせていただきます。それには言わないかもしれないですけど、皆さんも一緒にね、はい、サググ食べさせていただきます。はい、いい感じです、うん、サググ遠慮なく、遠慮なく、はい、自宅に、じゃあサググいただきます、いただきます、うん、めっぺ、めっぺ、はい、めっぺとは言わないですかね、めっぺとは言わないかも、とは言わない、いや言う人は言いますよ、みーちゃん以外に、はいはい、なかなかだんだん正解不正解がねこう混ぜ合ってきてね、はい。もう一つ私が気になった、はい、ザクマタ、南の方ですかね、大体ね分かんないな、南部送り、南部だもんね、南部、アメリカでもないのに南部っていう、南部行っちゃいました、これ南部の方ですかね、ちょっと、あ、そうですか、これ私気になったんですけど、すザクマタっていうのは、はい、二股になっているところ、あ、木の枝など、あ、いや、これこういうとこじゃないですか、二股になる、そうそう、ここもクソじゃないですか、どう言ってよ、こういう二股に、そういうところを言うんですか、ザクマタから汗びっしょりだみたいな感じ、言わないと思いますけど、ザクマタ、このデルタ地帯のことザクマタって言わないですか、言います、言わない、うん、言わないですね、言わないですね、でも多分茨城の中でもそういうアダルティーな会話をするときには使うと思いますよ、私はそうですけど、それを茨城で入らせましょうか、ザクマタ、ザクマタ触っちまうぞみたいな感じと、お前のお前のザクマタ触っちまうぞみたいな、なんなんですか、そういうの、じゃあ次行きましょう、なんなんですか、なんないですよ、本当ですか、はい、それはザクマタ丸見えだ、ダメです、茨城弁子としてはそれは、弁子先生ザクマタ丸見えだ、それはちょっと行きます、あ、今日なんか品欲みたいな感じでしたっけ、はい、そうです、どうしたんですか、なんかどうだったか、見られてる方は発覚したんですか、いや、見られてないです、お兄さんが見てるってことが発覚したんですか、全然大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、あのね、3の段こんくらいなんですよ、あれ寂しい、だからザクマタでちょっと例文いただきたいですね、健子先生にも、ザクマタね、はい、二股になってるところがザクマタ、あそこのザクマタ左行ったらいいべ、このザクマタ左だからその道がこう分かれてるってことですよね、そうですね、道を左行ったらいいべっていう、そうですね、はい、あそこのザクマタ左行ったらいいべ、そうですね、で、まあ、セクシートークに使えそうなワードが、そうですね、セクシートーク、はい、ありがとうございました今週も茨城弁子先生でした、はい、ありがとうございました、ということで、来ました、来ました、もうね、あの周りでもやっぱり、うんうん、いじりこんにゃくっていうワードがすごい人気じゃないですか、あれやっぱり行きますか、じゃあ、はい、今日こんにゃくカードいっちゃいますけれども、じゃあみんなあの見てくださってる方に、はい、いじりこんにゃく、いじりこんにゃくって、まあ、ちょっと残りますよね、茨城県に、いきますか、じゃあ、はい、今日もオリジナルで行きます、はい、いいじりこんにゃく、終わりですどうぞもうこれ、これ私が引くことになってきたんです、そうでしょ、あ、そうですか、はい、はい、はい、ルールが合ってないようなじゃあ、はい、ショックな話、ショックは
参加していただいた、まあ、参加させていただいて、はい、参加していただきます。台本を読んだ時に、はい、いわゆるパンチラというのが書いてあったので、はい、大体普通の方のイメージっていうのは、はい、ターンした時にパンツがチラ、あ、風でピラ、ちょっと上手い時にピラじゃないですか。マリリンモンロー。それで衣装を配布されるのがギリギリ本当に本番の1週間ぐらい前じゃないですか、はい、 その時のパンチラの衣装の時ものすごいショックでした。相当ショックでした。そういうことは多々あります。ショックなこと、それはそうですね、はい、大変申し訳ございませんあれですかね、台本をこう、はい、お渡しした際に、はい、説明不足だったのでしょうか。 その通りですね確かに、あ、もうてっきり、はい、みーちゃんとはねもう長年なんかさせていただいてるんで、はい、こうもう通じてるかなって、はい、パンチラといったらもう常にこうデルタが見えてる状態でしょ。そんなのありえない。それは白い三角、それは四角になっちゃった。ここが白いものが出ませんから。こういうのが見えてる状態でしょっていうのが、それは通じ合ってるなって。本当に普通の方はパンチラって言ったらチラです。チラ見せ。出っ放しですから。出っ放し。そう。だったらもうただパンツだけの。釣りっぱなしみたいな。本当に釣りっぱなしですから。パンツ出っ放し。あのあれですよ、私自分だけじゃなくて人のことに対してもショック受ける時あるんですよ。例えばのりちゃんのふんどしって書いてあった時に、はい、まあみーちゃんは今回色無衣装ですよ、ね、やめてください絶対無理でだって本当に書き置きしていなくなりますから本当に、まあ、そういう場合書き置きしてどこ行くの。海外でも行きますかね。海外まで行くの。行っちゃいますよ。なかなか探しきれないな探しきれないですか。まあでもふんどしで海外行ってくれるから中継したいです、ね、やめてくださいよ本当ですよ。本当ショックなこと、グッドモーニングは本当ショックなこと多いですから。でも見てる方も相当カルチャーショックというか、見たことないものを見た感じを受けるのは確かですね。いやいや、そんなもういたって普通の人間しか出てないんですよ。いや、もちろん普通だけど、普通の人が普通じゃないことやらされてますからね。なんか見せ物小屋みたいなね危ないものが出てくるわけではないですから、ね、いや結構衝撃ですよ。そうですか。その感覚は今回もまだね、衣装はまだお知らせしてないんでね。お知らせしないで、お知らせ先に教えてください。まだお知らせしなくても通じてるだろうな。通じてないし大丈夫かと思われますけど、はい、ちょっと私なんで出演 OK してるんだっていうことで質問が来てますけどね。だからショックが好きなんでしょ、まあ、刺激好きでしょ。確かに刺激は好きなんですね。でしょ。なんかやっぱりこう普通のだと物足りない気分になってきちゃってることは確かなんですよ。だからもうそうだよ。例えばライブをやっててもなんか普通に歌って普通に踊るみたいなものではなんかお客様に歌って踊るってもう十分ですけどね。だけどなんかそれだけでもなんかやっぱこうなんか笑わせなきゃとかなんか自分がやんなきゃと思っちゃうんですよね。ショック好きとしてはショック好きとしてはまあショック好きですねショック好きです、はい、そうか。じゃあ結局ショック好きっていうことですね。ショックね、衝撃ですもんね。はい、はい、じゃあいきます。コールお願いします。はい、わかりました。イージーこんにゃくイージーこんにゃく、はい、ありがとうございます。演歌チクリっていうのありがとうございます。はいはい、はい、家族の話。これ家族の話、みーちゃん家族の話。お兄様とかもうそのタオルぶん投げちゃうとかやってますからね、はい、お兄様も旦那様も一緒ですから。そうですね。あ、そうですね。そうですね。もうこんな長く一緒にねやるとは思わなかったんですけど、はい、まあでも本当にあの兄はですね、はい、もうこれは初めて話すわけではないんですけど、兄はですねその東京で出てきてコムコムクラブっていうバンドを立ち上げて、ダンスを始めてたんですね、水戸で。それでそのダンスの教室に発表会をそのバンドのメンバーと見に行って、なんかこういうバンドでダンサーがいるバンドってこの時代なかったんですね。今は当たり前だったんですけど、コーラスガールとかはいっぱいいたんですけど、コーラスやる人たちは。でも踊りだけでいるのってゴージャスじゃねみたいなのところから。だってそういうのコメコメクラブが最初ですよね。そうだ、他でなんかね、じゃスクールメイツの人が踊ってるとか。あ、そうですね、それはありましたね。そういうのはあったけど、なんかそのジャニーズジュニアさんが踊ってるとかあったけど、ね、バンドの中でダンサーっていうのがいるっていうのはなかったですね。それでまあお前踊れみたいな感じになって、まあ、たまたまそのコムコムクラブ
デビューが決まったりして、田舎に要するに妹を連れて、要するにそういうデビューしますっていうのをおじいちゃん、もうもちろん亡くなってますけど、おじいちゃんに言った時に、祖父は要するに、お前はねってお菓子屋3代続いたんですけど、まあ多分きっと田舎でお菓子屋をやるっていうのはすごい大変なことだし、お前には多分向いてないだろう、松屋さんと、うん、音楽とアートを行くだろうからそっちを進めなさいって。でも妹も連れていくんであれば妹をちゃんと最後まで見なさいって言われて、みんな一緒にデビューしなきゃいけなかったんで、それで田舎を継ぐ人がなく要するに東京出てきたわけです。だから兄は私が嫁に行くまでの間っていうのはもうやっぱなんか保護者的な感じの、まあお兄ちゃんとはいえ結構そういう感じだったので、おじいちゃんと約束したし、そうなんですよ。それで結婚式の日に本当は花束贈呈、あの父親と母親にあげるじゃないですか、うん、それをあの友達が演出して兄にも花束贈呈するっていうのをちょっと前の時に言ったから、お兄ちゃんは、お兄ちゃん泣いてます、絶対俺は人前で泣かないって言ってたんですけど、エンターテイナーは泣かないんだって言ってたのに、うん、もう大体泣いてましたその時だけはね。だからなんかそのお兄ちゃん、なんかおじいちゃんがその時にも亡くなって1年ぐらいしかまだ経ってなかったんですけど、なんかおじいちゃん、兄はちゃんと私のことを最後で見ててくれましたよって騙したんですけど、嬉しいのかみんなね、エンターテイナーが、エンターテイナーが、そう、これはありました家族の話。でもちっちゃい時から仲良かったんですか、お兄ちゃん。仲良かったです。妹のダンスの発表会を見に行くお兄さんって結構仲良しじゃないですか。そうですね、ちっちゃい頃から、うん、結局うち商売をしてたので、高く父も母もすごくずっと忙しかったからあんまりこう手をかけてもらえなかったんで、母もあの愛情はそういっぱいそう、うん、あったけど、実際にこう本当にね、サラリーマン日常的にいつも働いてる姿、働いてる姿しか見てなかったから、兄が唯一本当に遊ぶ2人だったから、いじめられたり喧嘩しながらもずっとちっちゃい頃から仲良しでしたね。へえ、今回は美しい、いい話ですね。すいません私家族なんて、ね、まあ、私一人っ子なんで、ね、3人ですけど、うん、でもまあ母はまあ基本主婦 で、うん、で父親も教員だったんで、つまり私が夏休みの時は父親も夏休みなんですよ。そっか、学校なんて、うん、で生徒のなんか部活とか担当する時の、うん、あの背負う機会以外はね、夏休みとかちょっとずっと家族一緒に休みだから、うん、まあよく兄弟もいなかったんで、よくこう1行ずつ書いて小説、うん、お話作るみたいなのは子供たちもやってて、すごい、パパが1行書いて回して、ママが1行書いて回して、なんかそういうことをやってたんだ、まあ、よくやってたんですよ。でも昔のとか撮ってあって、うん、見ると父親とかもね、なんかこう雪が降ってきましたとか言って、母親がいや寒いのでなんか上着を着ました、うん、結局全部私がよく見るとうんちでしたとかそういうのばっかりですよ。やっぱり全部今と一緒なのかもしれない、全部おしっこを漏らしちゃいましたとか、かわいい、それをまた父親が仕方がないのでなんかお尻がありますとか戻して、父と母が戻して戻しても私が結局やっぱりうんちでしたとか、おしっこしちゃいました、おならが出ちゃいました、今でもばっかり。すごい今思ったけど、その遊びってすごいいいね。なんでだって、もし子供がいる人とかさ、そういうのって子供ってすごい楽しいじゃない、まあね、紙とペンがあればできますから、なんかそういうのでこうイメージとかなんか変なゲームばっかりずっとやってるよりもすごい発想がすごいいい遊びだと思っちゃった。私やりたいと思っちゃった今やるでもそういう演劇って結局そういうようなことやってますからね。そうか、練習でちょっと即興やったりなんか、いいですね。家族の話ね、みんないい話ですね。そろそろ時間ですか。はい、さあ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 、今日なんか今日穏やかな感じで、そうですね、みーちゃんの予告通り、はい、お上品な回だったんじゃないですか。ナンバーワンの上品の回でしたね。でもその間に最初からすごいことをバッバッって言ってますからな。あ、なんかされてこっすかね、なんかいきなりね連呼しました。はい、さあじゃあ告知をさせていただきましょうか。はい、それでは、はい、もうチケット発売してますんで、はい、ぜひぜひ、
9月の20日から25日まで下北沢駅前劇場でグッドモーニングナンバー5ジャンキージャンクフードドというお芝居ございます。でも下北沢なんでぜひぜひラフな感じでね、お酒飲みながら、ご飯でもお菓子でも何でも食べながらご覧いただけるようなラフな作りになってまして、90分で終わりますので、で美奈子さんももちろん出演しております。ぜひぜひいらしてください。ホームページの方でもチケット購入していただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。お待ちしております。あ、私もいいですか、1個だけ。あ、いいですよ、もう何個でも。シュークフラッシュの追加公演が決まりました。ですね、ちょうど嬉しいですね、稽古中なんですけど、1日だけいただいて、大阪ですね、9月の8日、はい、の大阪です。場所は場所は出ていないということですね。はい、ということで皆さんぜひ、すごいですよね、追加公演、はい、ありがとうございます。わー、いいじゃないですか、映像がもう一度みんな見たいって。いや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 、ありがとうございます。いや楽しみですね、はい、こちらも、はい、はい、ではぜひ、まあ、じゃあ皆さんシュークフラッシュのライブとグッドモーニングナンバー5の舞台でしてください。ぜひぜひお会いしましょう。お会いしましょう。では、最後エンディングはいつものように皆さんの歌う北茨城雨女恋歌でお別れいたしましょうか。なんだっけ、もうさよならのこと、さよなら、ちゃうでしょ、さよなら、あ、さよなら、今さよならって言ったのかと思った、さよなら、さよなら。